皆さんこんにちは。間違いだらけの初心者サックス。先に言ってよう。この動画は私が初心者の時に、ああ、こんなことをちゃんと知っていたらいろいろ間違えなかったのになぁ、というあくまで個人的な思いをご紹介するものです。間違いだらけの初心者サックス第2回。今回は、間違いだらけの楽器選び、お送りいたします。お待たせしました。サックスやってみよう。 と思った瞬間、癒やそう決心する前からもういてもたってもいられずサックスっていくらぐらいするのかなぁなどと検索しまくってしまいますよねというわけで検索しまくってみましたはいまずはググってみましたおお、街でよく見かける楽器屋さんがトップに来てたり次がアマゾンですかねではちょっとアマゾン見てみましょうサックスで検索してアマゾンのおすすめ順で見ると見たことも聞いたこともないものばかり出てきます 値段もゼロが一つ足りない感じで多分演奏用ではないと思いますオブジェとかインテリアに使うのでしょうか楽天も Amazon と似たり寄ったりですね入門9点セットで3万1800円って一体何がどうなってるんでしょうかよく見たら白手袋とかついてますよ指紋がつくのを防止するんでしょうかでもこうやって検索上位とかおすすめで出てくると買っちゃう初心者の方とかいらっしゃるんでしょうねハードオフなんかもサックス結構ありますよね基本 買取したものを販売してるのでまあそれなりのものがそれなりの価格で売られてる感じですねごくまれにヴィンテージの掘り出し物があったりするのでマニアの方には宝探してき楽しみ方はあるかもですね今一番熱いのはやっぱメルカリでしょうか毎日多くのサックスが流通してますね失敗してうっかり購入してしまった中国製サックスの投げ売り初心者で購入してやめちゃったとか子どもの吹奏楽で買ったとかのヤマハセルマンなんか多いですね 今みんな適正価格を簡単に調べられるのでえそんな値段でいいんですかみたいなのはほとんどなくなりましたねまそんな感じでネットで簡単に検索して価格も比較できて手軽に購入できるそんな便利な時代なわけですが今ご紹介したように初心者の方を食い物にする罠だらけのマーケットでもあるわけですそんな中右も左もわからない初心者の方は一体何をどう選べばいいのどこで買うのが一番お得なのはい答えは2つありますまず正解その1 この動画第1回で紹介した「信頼できる指導者に選んでもらう」サックスという楽器はその楽器そのものもさることながら楽器のコンディションと調整が命ですなので同じメーカー同じモデルでもどこで買っても同じではないのです優れた楽器店もしくは優れたプレイヤーでないと楽器の良し悪しは絶対にわからないのですここがサックス購入のとても重要なポイントです こんな言い方をしたら本当に失礼かとも思いますし営業妨害と言われるかもしれませんが少なからずの楽器店の店員これは管楽器とかサックス専門店を歌っているお店の店員ですらですそれから吹奏楽部の先生とか顧問の方ジャズ圏の先輩とか OB 身近にいるちょっとサックスがうまそうな雰囲気を漂わせている人そしてプロを名乗っているけれどちゃんと聴衆を魅了するパフォーマンスができない人こういった人たちはそもそもサックスという楽器の良し悪しをちゃんと判断することができません サックスという楽器は膨大なパーツをねじ止めで組み上げるいわば精密機械です楽器としてちゃんと使えるコンディションにすること自体がとても難しいのですそれゆえ日本にも世界にもそれをちゃんとできる技術者があまりいないのです通常世の中で使われている吹奏楽部とかアマチュアの方とかが使ってる楽器そして楽器屋さんの店頭に並んでいる新品のサックスですらその多くがそもそも通常のコンディションになっていないという衝撃の事実衝撃の事実衝撃の事実 重要なので3回言いましたおまず知ってくださいましてネットでサックスを買うなどあこれは初心者の方に限ってですよ膨大な楽器の知識と経験を持つヴィンテージマニアの方とか本物のプロの方とかは別ですが本当にお金をドブに捨てるようなものです私自身サックスを始めて37年の間膨大なお金をドブに捨ててきたしくじり先生だからこそ皆さんに同じ失敗をしてほしくないのです かなりの数、ネットでサックスを買ってきましたがその大半が失敗でしたそんなわけでベストな楽器の購入法それは優れた指導者に選んでもらうこと楽器屋のカモになるなよ指導者の方にどんな音を出したいのか予算興味のあるメーカーやモデルなどを伝えればいくつか選択肢を用意してくれるはずですしかしそうは言ってもなかなか信頼できる指導者に巡り合えないってこともありますよね そんな場合のもう一つの選択肢、それが、正解その2、石森管楽器で買う。です。ちなみに私、石森さんの回し者でもないですし、特に義理もないし、もっとお世話になっている他の管楽器店や技術者の方々も、たくさんいます。ですが、こと、全く予備知識のない初心者、しかも日本全国筒浦浦の方々の、最初の楽器購入をイメージしたとき、私の長年のサックス人生での経験上ベストなのではということで申し上げておる次第です。 そんなわけで、初心者が指導者のアドバイスなしにサックスを購入しても大丈夫な店、石森管楽器。東京の大久保にあるサックス吹きの聖地です。あの、マイケル・ブレッカーさんの行きつけだったのは有名ですが、サンボーンさんやナベサダさん、そしてソニーローリンズさんなど、世界のトッププレイヤーから信頼されているサックスのプロショップです。あ、ちなみに、石森さんはネット販売もやってまして、ここならネットで買っても大丈夫です。 もちろんお店に行って思想するのがベストですがそもそも初心者なので思想もままならないですしねちょっとネットを覗いてみると世界の信頼できるブランドのみを取り扱っています新品は基本定価販売ですが世界の石盛りの調整がされていることを考えればそもそも調整にも結構お金がかかりますしそもそも他の店ではこのレベルの調整はできないのでめちゃお得かと 普通の楽器屋に並んでいる新品のサックス、私もいろんな店で随分と試走してきましたが、これ、このまま売るんですかみたいなのいっぱいあります。中古というかヴィンテージですね。こんな感じで、相変わらず品薄ですね。ヤマハの上位機種とか、石森さんのオリジナルのウッドストーンで30万円台中盤。新しいセルマーで40万円台中盤。マーク6もオリジナルラッカーだとちょっとなかなかのお値段ですが、リラッカーなら80万円台でありますね。 ところで、初心者はいくらぐらいのサックスを買うべきなのか問題というのがありまして今、石森さんで販売中の安めなのと高めなのこんな感じですねヤマハの380の新品が20万円ぐらいアメセルマーク610万版オリジナルラッカーで185万円ぐらいいやー、なかなかのお値段ですが相場的にはまあ妥当な価格設定でしょうかで、初心者の方のご意見はこんな感じかと私、初心者だし そんなに続かないかもだしあんまり高いの買ってやめちゃったらもったいないしそんな初心者の方に私ならこちらをおすすめしますなぜならコンディションの良いマーク6は世界的にだんだん少なくなっておりもう作ることもできないため世界中のサックスプレイヤーやコレクターが必死で探しており値段はどんどん上がっているため手放そうと思ったらおそらく買った金額またはそれ以上の金額ですぐに買い手がつくからです 一方例えば20万円程度の新品のサックス国産か台湾製とかになるかと思いますがもちろん楽器としては問題なく良い楽器ではありますがじゃあサックスが続かずやめてしまってすぐ手放そうとしてもかなり値段を下げないと買い手がつかないかもしれません初心者別パターンまあサックスは長く続けていくつもりなんですけど最初は安いモデルで初めて上達してきたらその時々の実力に応じて買い替えるとかが良いかなとそんな方に 私なららこちらをおすすめしますなぜならサックスを続けていると必ずもっと良い楽器が欲しくなりますそしてそのより良い楽器を求める旅は一番良い楽器を手に入れるまで終わらないのですああこんなことなら最初から一番良い楽器を買うのが一番お金を使わずに済んだということになるでしょうしかもあなたがそんな旅の最後に例えばコンディションの良いマーク6を手に入れようとしてももう手に入らないかもしれません あったとしても今よりはるかに高いプライスがついているはずです。ところでこの内容はあくまで石森で売ってるマーク6の話です。そこら辺の楽器屋とか、ネットとかヤフオクとかメルカリとかで売ってるマーク6は、初心者は絶対に手を出してはいけません。マーク6はもうコンディションの良いものがとても少なくなっています。素人しかも初心者がコンディションを判断するのは絶対に不可能です。そこら辺の楽器屋でマーク6を買うのは、 そこら辺の謎の中古車屋で激安ベンツを買うようなもので、一見見た目がまともそうでも後々どうにもならなくなります。中古のベンツもやなせで買うならまず安心ですよね。マーク6を石森で買う、とはそんな感じです。私の師匠の言葉です。最初から一番良い楽器を使いなさい。そうすれば楽器に関する悩みはなくなるし、自分の問題点を楽器のせいにもできなくなる。何より、良い楽器はいつまででも吹いていたくなる。 サックスを続けていいれればいずれ最高の楽器が欲しくなる。何億もする木製の楽器に比べれば金属の楽器など最高のものでも安いものだ。そしてこれは私が初心者で最初に楽器を買った時の師匠とのやりとりです。楽器は俺が選んでやるから新品と中古どっちがいいあ、じゃ新品で。わかったじゃ金額これこれだからお金振り込んどいて。その後石森からセルマーのスーパーアクション80の新品が送られてきました。 あれから37年。その楽器はますます良い音に育っており、値上がり、とまではいきませんが、当時買った値段とさほど変わらないリセールバリューをキープしています。さて、次回は、やっぱマウスピースですかね。それでは今回はこの辺で。今回も、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。